家に絶対あるのよ。あるのよ、親父のとかあるのよ。ちょっとやるんだよね、メロン。これが、そうそう。これからね、これから教えてもらう。ギタボラ心です。我々はクラシックギターボランティアサークルということで、当初は10人ぐらいでやっていましたけど、まあ、高齢化の波が来まして、辞める方もいて、今は4、5、6人ぐらいでやっています。主に千曲市の高齢者介護施設、あるいは生き生きサロンと、千曲市の社会福祉協議会よりボランティア登録してありますので、そこ経由で依頼が来ることが多いです。直接来る場合もありますけど、名前だけ言います。稲荷山から来ました土井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。阿波佐から来ました石川です。お願いします。よろしくお願いします。それでは、そちらで何か話すことはもう終わったんですか？大丈夫です。もう聞く気満々ですからお願いします。まず2曲ほどこちらで合奏させていただきますので、皆さん聴いててください。まあ、軽く知ってる方は口ずさんでいただいてもいいです。その2、最初は望郷の歌、それから小さい秋見つけた、その2曲合奏いたします。その後、そちらの歌集、貸し出し用の歌集の、今説明しちゃいますか。約真ん中辺に厚紙あるのご存知でしょうか。色のついたこの耳が真ん中に飛び出てますね。耳が出てますね。ここだね。はい、その厚紙を境に、前半が童謡唱歌です。それから後ろの方は流行歌になります。まとめて閉じてありますので、最初は歌っていく場合は童謡唱歌の方から、今は秋のもんで秋の歌を主に歌って、そんでそれが終わりましたら流行歌の方に移って、そんで予定が終わって時間がありましたら、皆様からその歌集の中から歌いたい曲がありましたらリクエストしてください。何でも応じます。何でもかとかは分からないけど。じゃあ始めさせていただきます。
から前の方のページの童謡唱歌秋の歌の方からまず19ページ浜千鳥
まして、次のページ、39ページ、浜辺の歌。20ページ？あ、20ページ、はい、すみません。そのまんま。これも2番までお願いします。加藤時子さんが歌って大ヒットしました。加藤時子さんだって。いいよね。それではこれ長いもんなら2番までとします。2番まで歌います。2番ここまでね。泣くとかや、はい、おうちの声でお願いします。はい、まで
諏訪湖の近くです。まあ同じあの湖で、でまあこの詩を作った方はね京大出身なもんで、まああの琵琶湖を一周3日間かけてボート部がねするんですけど、その時のあの詩を歌にしたということです。ギター聞こえる？次は牧場の朝。ページがですね。ギター聞こえる？21ページ。21ページ。牧場の朝。今度来るときは拡大鏡をご準備してください。はい、わかりました。はい、最初ね、ただ一面に立ち込めたっていう形のね、あの歌詞ですね。あの歌ってるうちに思い出すと思いますのでね、あのぜひ頑張って声出してください。はい、お願いします。奥さんと の, あの新婚旅行で旅館へ泊まった隣のお家 の, あの娘さんも好きになっちゃって、ね、まあ大正ロマンで、あの、ね、よく見えた羨ましいね。今時代もアウトでしょ。ありますのでね、はい、あのこちらでちょっと声かけます。はい、お願いします。
知ってるんだね、みんなね。すごい。次ね、まあ、それじゃ31ページ、ちょっと飛んで31ページ、虫の声。ページ、ね、虫の声だって、これはわかるね。虫の声。はい、整いましたでしょうか。約1名ちょっと、もうちょっと押しましょう。はい、お願いします。
と意外ですね、佐藤八郎さんの詩と。先ほどのこちらで演奏しました小さい秋、これも佐藤八郎さん の、 あの詩です。でこの八郎さんについて言いますとですね、小さい時はね、すごく悪童だったそうです。何しろね、長男、五人兄弟の長男であって、その、当時落第が3回、転校8回、親父からの感動が17回。後に自分で言うほどの悪童だったそうです。まあそういう方がね、こんなに立派なね歌詞作ってね、だからまあ悪ガキが悪いわけじゃないですね。いい曲いっぱいありますよね、佐藤八郎さん ね、 ね、知ってる佐藤八郎。続きまして、次のページ、43ページ、南国土佐を後にして、はい、はい、なんか聞いたことあるね、これね。ねえ、ちょっとね、知ってる方ばっかりなんで聞こえないから、聞こえないんじゃないかな。この間覚えて歌ってあげると大丈夫。まあこれも2番までとしましょう。2番からはい、よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。じゃあね、二人酒っていうのと二人は若いっていうのはどっち
も好きですか。何が若い方がいいね。2人は若い。これ46ページになります。また佐藤安次郎さん。なんかさっきの話聞いてるとこれが無数に歌いしてくれる。そんであとこれで一応終わりとして、あとあのリクエスト2曲ぐらい受けますから選んどいてください。あのこれよくね、あの掛け合いで歌ってますから、例えばあの一段に、あ、譜面が違うからあれだけど、あなたっていうのが男性で言って、あ、男性は少ないからいいか、いもういません、ね、あなたって男性が言ったら、あ、女性が言ったらなんだってあの男性が言うと歌い方が一般的に多いんですけど、まあちょっとバランスが取れてねえからいいか。全部歌いましょう。はい、全部です。全部歌うそうです。はい。また佐藤八郎さん、もう頭の中佐藤八郎さん。
今日家に帰ったらみんな家族に使えます。皆さんはリンゴは何が好きですか？品種は何が好きですか？国宝とか紅玉です。紅玉、いや古いな。古いな。やっぱり富士が一番だよね。インドとか。わ、懐かしい。まあ美味しいリンゴの王様は今は富士ですかね。富士ですね。これからですね。これからですね。じゃあ あとあの暇な人はあのもう一曲ぐらい選んでおいてください。暇でない人はみんなとリンゴの歌を歌いましょう。歌うだよね。歌う係ね、頑張ろうね。はい、それでは歌うお願いします。はい、新たの国が地震。
ありがとうございました。またやる機会ならよろしくお願いします。はい、それでは皆さん、もう一度ボランティアの皆さんに盛大な拍手で、はい、ありがとうございました。まあ一応 この後あの軽く手洗った方がいいです、ね、あの いろんな人が触りますから、ここの施設でバカれちゃって、ね、もう何百件も待ってますから面白い面白いいや、あの一応感染のあれでね、あの昔の人はほらってあの滑っちゃうもんで自分で滑ってやってるからね。最近はやれない。マスクしてる。僕もやりますけどいつもね。